皆さんこんにちは、ルルマロです。今回はですね、はい、皆さんついにですね、 UFO テーブルカフェさんの季節ごとのイベントの夏休みイベントがやってきました。やったー。去年は夏祭りで、今年は夏休みです。そして皆さん、かなおちゃんに注目してください。あー、これはちょっとやばいですね。みんな夏休みを満喫しています。ちょっと一人現実の夏休みをしている方もいますが、とにかくみんなめちゃくちゃ可愛いんですよ。私もですね、早速夏休みグッズの方を購入してきたので、ご紹介と開封をしていきたいなと思います。それではご紹介していきます。今回の夏休みイベントも盛りだくさんなんですけど、まず最初にですね、夏休みドリンクのご紹介からしていきたいなと思います。じゃじゃん、こんな感じになっていて、味はですね、スイカシロップかけるサイダーかけるホイップクリームかけるラムネキャンディーになります。ちょっともういろいろ来て脳内で処理するのが大変だと思うんですけど、まあ、とにかく美味しいっていうことはわかりますよね。ちょっと甘くて爽やかっていう感じのドリンクなので、夏にぴったりでした。で、今回もですね、ノベルティのポストカードがあります。ポストカードの柄が A グループと B グループで2グループあるんですけど、まず現在配布されているのが A グループです。メンバーはこちらの9人になっています。 B グループは柱の方々です。今ですね、現在 UFO テーブルカフェさんを予約するときにもう確定されているファーストオーダーの方がドリンク2杯なので、今回私どちらも夏休みドリンクを選んできたので、ポストカードが2枚あります。じゃ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 ん。ちょっとですね、今回 UFO テーブルカフェさんの方でめくるところの動画を撮れなかったので、ちょっと私は先に知ってしまっているんですけど、今ここでね、開封風に見ていきたいなと思います。まず1枚目がですね、せーの、はい、こんな感じで玄弥くんが来てくれました。わー、お疲れ様ですと思わず言いたくなっちゃう玄弥くん。もうこれが夏休みの現実ですからね。わー、かわいい、かわいいなぁ。そして2枚目はですね、せーの、はい、こんな感じでかなおちゃんが来てくれましたということではなくて、なんとお優しい方がかなおちゃんに交換してくださりました。本当にありがとうございます。 UFO テーブルカフェさんのポストカード大好きなのですごく嬉しいです。今回の夏休みのかなおちゃんも本当に可愛くて、ちょっと話したいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと開封もまだあるので、ちょっとこれはまた後で話します。はい、ではですね、次はグッズの購入品のご紹介をしていきたいなと思います。まず一つ目がこちらの A4 クリアファイルになります。こちらも A グループと B グループがあるんですけど、今回私は A グループの方を購入してきました。かわいい、みんなかわいいですね。この可愛さを一度に堪能できるなんて最高です。裏もね、爽やかな水色で可愛いです。そして今回のメインのじゃ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 、缶バッジになります。今回ですね、 A グループのかなおちゃんがいる方を全部で9つ購入してきました。いやー、皆さん勝負の時が来ましたよ。今回のかなおちゃん可愛すぎて、缶バッジだけじゃなくてアクリルスタンドも絶対かなおちゃんゲットしてやるぞという気持ちで毎日過ごしているんですけど、アクリルスタンドの店頭の発売の方が8月7日になるので、ちょっとまだそちらの方は開封できないんですけど、もうね、今回こちらの缶バッジでかなおちゃんを引いてみせたいと思います。皆さんどうかかなおちゃんを出るように祈っていてください。ではですね、いよいよ開封していきたいなと思います。ちょっと緊張で。ちなみにラインナップは A グループの炭治郎くん、ねずこちゃん、善逸くん、いのすけくん、かなおちゃん、玄弥くん、無惨様、えんむくん、赤座くんになります。無限列車からえんむくんと赤座くんもグッズに加わって、すごい賑やかで嬉しいです。まず一つ目見ていきたいなと思います。ド緊張してます。こちらな。いきまーす。運命の一つ目いきます。せーの。おー、エムくんが来てくれました。おー、めっちゃ可愛い。もう私、エムくんのグッズ全然持ってないので、ここでね、弾けて嬉しいです。わー、可愛いし、エムくんのこのイメージカラー、イメージカラー、髪色のカラー、イメージカラーがすごいもう夏とぴったりですよね。やっぱり UFO さんのグッズの可愛さはピカイチですよね。これちょっと今回 M くん推しの方におすすめしたいです。この M くんはやばいです。はい、まず一つ目はですね、M くんが来てくれました。ありがとうございます。ここに。
並べていきたいと思います。ではですね、次2つ目見ていきたいなと思います。この缶バッジの袋をビリビリ開ける音、私めっちゃ好きです。ちょっと見えないようにいきます。2つ目いきます。せーの。おー、引っかかったけど、これはエムくんですね。うわ、まさかの2回連続で来てくれました。めちゃくちゃ嬉しい。こんな可愛いエムくんを2連続で楽しめるとは、もうとにかく可愛いです。はい、2つ目はですね、エムくんが来てくれました。ありがとうございます。缶バッジが整列して置いてあるんじゃなくて、ボックスの中にバラバラに入っているので、ちょっと私もいろんな方向から撮ってみたんですけど、果たしてどのような結果になるのか、すいません、ちょっと今カメラ押しちゃいました。では3つ目見ていきたいなと思います。いきます。せーの。おー、イノスケくん、お、ホロホロだ。え、すごい。はい、ホロイノスケくんが来てくれました。わー、私多分ホロ2回目かな。前炭治郎くんがハロウィンの缶バッジで来てくれたんですけど、多分2個目だと思います。わー、嬉しい。なかなかホロ引けないんですよね。めっちゃ可愛い。イノスケくんがね、スイカをむしゃむしゃ食べています。めちゃくちゃ可愛い。もう、イノスケくんが食べ物を食べてる姿を見るのが、もう私の空腹を満たしてくれるかのように、本当にね、もう可愛いじゃないですか。可愛すぎますよね、こうやってむしゃむしゃ食べてくれるの。確かクリスマスの缶バッジの時もイノスケくん何かを食べてたと思うんですけど、今回も食べてます。しかもホロの輝き方がすごい綺麗で、はい、三つ目は、イノスケくんが来てくれました。ありがとうございます。うわぁ、かわいい。ではですね、次四つ目、見ていきたいなと思います。あぁ、緊張する。では、いきます。せーの。おぉ、ごめんなさい。でも、ゼニスくんが来てくれました。もう何回引っかかってるんだよって感じだと思うんですけど。うわぁ、いや、ゼニスくん。かわいい。これはかわいい。缶バチだと見切れちゃっているんですけど、このゼニスくん浮き輪を被っているので、多分海かな？海に行くところだと思います。かわいい。ハートが出てますね。缶バチのデザインもかわいくて、UFO テーブルさんのグッズってこういうデザインとかも本当にかわいくて大好きです。うわぁ。かわいい。しかもゼニスくんの缶バッジ美味しそうな色をしている。はい、四つ目はですね、ゼニスくんが来てくれました。ありがとうございます。では次、五つ目見ていきたいなと思います。もう五つ目ですよ。うわー、かなおちゃん来てくれるかな。いきます、五つ目。せーの。おー、エムくん？エムくんが来てくれました。まさかの三つ目、三つ子に。なりました。エムくん三兄弟。うわ、すごい。まさかのエムくん三つ目来てくれました。はい、では次はですね、六つ目見ていきたいなと思います。いやー、本当にもうあっという間。どうやったらうまく開封できるんだろう。では、いきます。せーの。おー、エムくん？エムくん？まさかのエムくん4個目。来てくれました。なんか3個くらい同じ方が来てくれることは結構あるんですけど、4個はなかなかないですよね。ちょっと本当にびっくりしてます。結構バラバラに撮ったんですけど、あれ本当にボックスの中でバラバラになってるので、じゃあもしかしたらまだこの中にエムくんが潜んでるかもしれないですよ。では見ていきたいなと思います。あと3つで来てくれるのか。では、行きます。せーの。お、引っかかってしまったけど、これは、あー、ねずこちゃん、かわいい、ねずこちゃんが来てくれました。完全に不審者だな。うわー、かわいいな。うわ、炭治郎くん、桃太郎になってる。すごい、桃太郎。呼んでますね。わあ、すごい。もうこのねずこちゃんバブイですね。めちゃくちゃバブイ。もう顔が赤ちゃんですよ。かわいい。このワンピースもすごいかわいいですし、何よりこの炭治郎くん、桃太郎、ちょっとこれ私も読んでみたいです。すごく気になります。はい、7つ目はですね、ねずこちゃんが来てくれました。本当にありがとうございます。ちょっともう記憶力がだんだんなくなっていく。うわー、かわいい。めっちゃかわいいです。じゃあね、この波に乗っかって、次100個目見ていきたいなと思います。あー、かなみちゃん来てくれ、お願いだ。いきます。せーの。おー、玄也くんが来てくれました。うわー、かわいい。
いや、何度見てもこれが夏休みの現実なんですよね、玄也くん。あ、これもう8月の31日になって、多分急に宿題をやってるところですね。私もそうでした。この玄也くんも可愛くて、これちょっと怒ってる玄也くん、やっぱいいですね。はい、8つ目はですね、玄也くんが来てくれました。ありがとうございます。いやー、いよいよ最後の一つですよ皆さん。うわー、絶対かなうちゃんを弾いてみせると言っていたけど、頑張りましょう。まだ希望はあります。最後の一つがありますから、皆さんも一緒に祈っていてください。果たして最後の一つでかなうちゃんは来てくれるのか。では行きます、最後の一つ、せーの。おお、ねずこちゃんが来てくれました。ちょっと一瞬ピンクなので、ちょっとドキッとした自分もいたんですけど、うわー、はい、かわいいですね。もう最後にこんなかわいいねずこちゃんを見れて幸せです。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回の回遊結果は、エンムくんが4つ、イノスケくん、ゼンイツくん、ねずこちゃんが2つ、玄也くんが1つという感じになります。いやー、ちょっと今回、かなおちゃんを引くことはできなかったんですけど、これはもう、リベンジ。確定ですね。これは絶対リベンジしたいと思います。また後日、アクリルスタンドと、あとはですね、なんか今回の季節限定のグッズの、このランダムアイスキャンディー型チャームというものもあって、これも発売日がちょっと後日になっていて、多分アクリルスタンドよりは後だと思うんですけど、ちょっとまだ発売日の方がわからないんですけど、ちょっとこれも開封したいなと思っているので、まあ、どれかしら夏休みのグッズでまたリベンジをすると思います。もう最終手段は通販を使って、またね、リベンジしたいと思います。皆さんもどうか一緒に祈ってください。はい、それではですね、本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。